はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病患になってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、昨日はね、通院の日でした。昨日なんですけどもね、血液検査における、気になる数値はですね、少しずつですけども正常値に近づいてきている状態でございます。しかしまだ食事を気をつけないとですね、悪玉コレステロールや中性脂肪というのがね、上がってしまうので気をつけなければなりません。酸素量もね、 99% とね、正常でした。そして免疫抑制剤がですね、25からね、20g に減りました。これがね、15g まで減ってしばらく体にね、何の異常もなければですね、職場復帰も考えていけるようです。ということで、今の体の状態は極めて順調です。中身はね、先生からはそこまで問題視されてないんですけども、外見がどうしても気になってますね。ここですわ、このね、こういうところですね。この一番最初に抗がん剤したところのね、テカテカになってしまったところがですね、乾燥とともに、この、ね、空気の乾燥をしてきたのとともに、ちょっとだけですけども、他の皮膚よりもね、かゆみがちょっと出てきております。たまに変な体勢で立っていると、太ももと言いますかね、足の付け根がたまに違和感があるんですけど、それをね、昨日の診察後全部終わった後にですね、ちょっと看護師さんにポロッと話したらですね、めっちゃ怖い顔されて、ヤスさんはいろいろ調べてるから、詳しいから知ってると思うんですけども、免疫抑制剤の副作用でね、大腿骨壊死になった患者さんもいてます。って言われました。MRI して詳しく検査してね、治療法としては最終的には人工関節です。重たいものは持てなくなるし、この立ち仕事の危うい状態になればですね、子供と元気に集めなくなるので、違和感が激しくなればすぐに連絡するようにと言われましたね。別に足をかばうような体の動きをしているわけじゃないんですけども、たまにですけどもね、違和感があるだけなんで、変な感じになったらすぐ連絡をします。最後はちょっと怖い話になりましたけども、今日はこんな感じでございます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。